おー来た。こんにちは。じゃあ新しい本麒麟楽しみなんですけど、飲むもの変えて何か変わります？変わりませんね。変わりませんか。そうそう、変わる。あのね、いいもの飲むとその日がいい日になるのよ。はい、どうぞ。何？なんかわかる気がします。いい日になっちゃったな。新しい本麒麟始まる。あなたの今日にぜひ。なんか飲めちゃうな。お、来た来た。こんにちは。こんにちは。本麒麟の醸造家さんですか？はい。この人がこだわるのよ。え、こだわってないんですか？いや、精一杯やりました。ほら、こだわってる。どうぞ。うわあ、おいしい。うまいね。なんか嬉しいです。新しい本麒麟始まる。あなたの今日にぜひ。幸せそうだね。幸せです。私も幸せです。お、こんにちは。はじめまして。はじめまして。実は私本麒麟飲んでます。お、初めて飲んだのは仕事終わりで、あー私お疲れって。あの時の本麒麟は美味しかった。これ作った人天才ですね。3万回も試したらしい。3万回美味しい。だよね。染み渡ります。新しい本麒麟始まる。あなたの今日にぜひ。3万回か。お疲れさんでした。おー来た来た。はじめまして。はじめまして。江口さんってずっと本麒麟ですよね。まあね。この長期低温熟成って何ですか？よく見てるね。いや、めちゃくちゃ書いてあります。これじっくり作ればうまくなるだよね。はい、熟成によりバランスのいい味に。あー、うまい。思わず出ちゃった。新しい本麒麟始まる。あなたの今日にぜひ。こんにちは。はじめまして。緊張してます。しますよね。普段お酒は飲まれるんですか？週に2回くらい飲みます。本麒麟飲まれたことは？本麒麟初めてなんです。本格っぽいのは少しハードルが高いかなって思っていて。そのハードルをパーンと越えちゃってください。ポーンとですね。あ、どう？飲みやすい。よかった。おいしい。新しい本麒麟始まる。あなたの今日にぜひ。